こんにちは。うなぎ大好きチャンネルへようこそ。今回は新春の浅草寺雷門から始まります。浅草の観音様で親しまれる浅草寺は東京都内最古のお寺であり、土産物や雷おこし、人形焼きなど名物グルメの店が立ち並ぶ仲見世の雰囲気は、華やかな新年を迎えたい人にとってベストの初詣スポット。浅草は言わずと知れた人気のエリアで、歩いてるだけでも古き良き日本の情景が楽しめます。しかも浅草周辺は美味しいうなぎ屋さんがたくさんある、うなぎ好きにはたまらないエリア。歴史のある町だけに、駅の近くには江戸時代から続く老舗うなぎ店も。それではうなぎ大好きチャンネル、初詣はもちろん、浅草に行ったなら一度は行ってほしい浅草駅近老舗六選、行ってみましょう。うなぎ大好きチャンネル。浅草駅近老舗六選、創業年数が若い順にご紹介していきたいと思います。まずご紹介するのは、創業昭和6年の鶴屋です。ご紹介する6軒のうちで一番新しいといっても、今年で創業91年です。東武浅草駅からわずか47メートル、徒歩1分の距離です。馬道通りから新仲見世通りのアーケードに入ると、すぐそこに鶴屋の看板が見えます。鶴屋は厳選した国産うなぎを創業以来継ぎ足されたタレでふっくらと焼き上げたうな重蒲焼きは、長年多くの方々に愛され続けている。リーズナブルなうなぎ半身のうな丼2035円から、がっつりうなぎを食べたい時にはうなぎ1尾半乗った特うな重6105円までプラス385円でもずくと卵焼きがついた定食にできるのも嬉しい。続いてご紹介するのは、創業大正15年の小柳です。あと数年で100年レストランの仲間入りですね。2013年に改装する前は、いかにも下町の老舗という風情を漂わせていました。浅草公会堂のすぐそばにあり、東京メトロ浅草駅とつくばエクスプレス浅草駅のほぼ中間、浅草観光での食事には便利な場所です。うな重、蒲焼きともに松、竹の2種類、こちらはうな重松3520円、一回り小ぶりのうなぎを使用したうな重竹は2970円とリーズナブル。甘辛具合が絶妙なタレをまとい、ふっくら焼き上げられたうなぎは上品でさっぱりといただけます。おわんば別注でガラスのアメコ汁220円、肝水110円から選べます。次にご紹介するのは、明治40年創業の初小川です。ミシュランガイド東京2022にビブグルマンとして初掲載されました。おめでとうございます。巨大な提灯で有名な雷門から西へ、浅草一丁目交差点を左へ曲がり、しばらく進むと左側にうなぎののれんがかかっています。店内へ入ると、千社札や三社祭りの提灯が下町風情を感じさせてくれます。注文を受けてからさばき、蒸してから江戸前風七輪の炭で焼く、昔ながらの製法を守っています。こうすることで余分な脂が落ち、身もふっくら柔らかで、創業以来継ぎ足し使っている辛口のタレと相まって、照りつやよく、見た目は美しく、お口も喜ぶうなぎ様となるのです。ここからは江戸時代創業のお店となります。まず文久元年創業の色川です。
幕末の時代劇でよく見かける皇女和宮と14代将軍家茂との婚礼が文久2年のことですから、その前年の創業です。浅草駅駒形橋西詰めの出口から旧日光街道を渡って浅草通りの次の工事を右に入った浅草寺近くとは思えぬ静かな場所にあります。色川の名物は何といっても生粋の江戸っ子である六代目の親父さんとのやり取りでした。でしたと過去形なのは、2014年3月に親父さんは天国に旅立ってしまったからです。私がメディアに最初に出演したのは、うなぎ大好き .com を始めたばかりの頃、 FM ラジオ JA 部のユニークなブログを取り上げたコーナーで親父さんとのエピソードをお話しさせてもらいました。現在は6代目のおかみさんと娘さんが店を切り盛りしています。色川では親父さんが健在の頃から身と油のバランスの良い厳選した細物のうなぎを使っています。なのでランクはかば焼きの枚数の違いで、メニューのたっぷりはかば焼き3枚が乗り、普通はかば焼き2枚が乗っています。やや甘めのタレは油を包み込み、うまいとうならせます。ここからは100年レストランの倍、200年レストラン2軒をご紹介いたします。文化文政期創業の前川です。文化文政年間は全国的に商品経済が発展し、江戸を中心に町人文化が栄えた時代、東海道中膝栗毛の十返舎一九や浮世絵の北川歌麿らが活躍した時代です。もともとは川大うどん屋だったお店で、前川の屋号は江戸時代には大川と呼ばれた隅田川のほとりに創業したことにちなんでいます。現在も隅田川に架かる駒形橋からすぐの場所にあり、隅田川を眺めながらうなぎを楽しむことができるのが魅力です。嘉永5年に刊行された江戸のうなぎ屋の見立て番付、江戸前大川焼き番付、現存するうなぎ屋が少ない中で東前頭14枚目に前川の名前があります。食通で知られる作家池上正太郎も前川のうなぎを愛したことで知られ、著書昔の味の中で前川のうなぎを絶賛しています。天然うなぎが希少となった現在は、特別養殖うなぎ坂東太郎も使用し、昔ながらの味を守っています。醤油とみりんだけで作られた江戸前の辛口のタレがうなぎの油と混ざり、香ばしさを醸し、うまさを引き立てています。続いてご紹介するのは寛政年間創業のやっこです。歴史の教科書に載っている老中松平定信が主導した寛政の改革の頃に創業したということですね。歴史の教科書つながりですと、勝海舟とジョン万次郎の2人が連れ立ってやっこに訪れたそうです。2人は寛林丸に艦長と通訳として乗船していました。うなぎを食べながら寛林丸の思い出話をしていたのでしょうか。やっこも江戸前大釜焼き番付に、やっこうなぎとして西の前頭筆頭の番付で載っています。やっこの場所は雷門通りと国際通りの交差点のすぐ近く、最寄り駅は東京メトロ田原町駅ですが、つくばエクスプレス浅草駅から徒歩4分、東京メトロ浅草駅からも徒歩6分と
不動産屋的に言うならば3円と利用家ですね。うな重はうなぎ4分の3尾が乗ったつばきからうなぎ2本を使用した切りまで4種類。こちらはうなぎ1尾乗せの梅。備長炭で丁寧に焼き上げたうなぎは香ばしく、甘さ控えめのタレはうなぎのうまみを堪能できます。ハイカラさんが通るの登場人物が出てきそうな大正ロマンを感じる店内で、歴史上の人物も食べたうなぎを食すのはロマンですよね。そう、うなぎはロマンなのです。今回は浅草でロマンを感じることができる老舗6軒をご紹介しましたが、浅草にはまだまだたくさんのうなぎ屋さんがございます。観音様の参拝、浅草観光のついでといってはなんですが、うなぎ屋さんに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。この動画を見て浅草のうなぎ食いたくなったというのはもちろん嬉しいです。飯ませうなぎ、ロマンチックは止まりません。今回の動画が良かったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。うなぎ大好きチャンネルはご覧の皆様の運気うなぎのぼりをお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。